はい、どうも、キャマイです。今回なんですけど、週末恒例の、ゲームソフトとゲームハードの売り上げランキング見ていきたいと思います。いや、本当に1ヶ月ぐらい前から俺毎週のように大丈夫？次世代機大丈夫？って言ってきてるんですけど、今週もね、大丈夫？っていう感じになってるんで、まあそんな感じでね、見ていきたいと思うんで、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介、あとはゲームレビューとかやってます。ぜひ他の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。はい、というわけでやっていくんですけど、まずはいつも通り PS5 の売り上げから見ていきたいんですけども、過去最低の台数を、記録してしまいました。1月11日から1月17日までに売れた PS5 の台数なんですけど、 PS5 通常版が6496台、デジタル版が832台ということで、7000台近くしか1週間で売れなかったんですね。ちょっとこれに関してはあまりにもびっくりして、マジで？と思って、もう純粋に驚きですね。前の週に比べてほんと半分近く減ってるなっていうぐらいの勢いで減ってます。なんでここまで減っちゃったんだろうなと思って、ちょっとよくわかんないんですけど、単純に生産が追いついてなくてこうなってるのかなとは思うんですけど、やっぱりだからもう本当に生産が追いついてなくて全然売り上げられないっていう状態になってるんだと思うんですよね。多分この数字って転売屋が買い取った数字っていうのも入った数字だから、あんまり転売ってとか関係ないんですよね。っていう上でのこの数字なんで結構やばいっすよね。結構年始とかのヨドバシのゲリラ販売とかもあったし、あそこで結構大盤振る舞いっていうか数は売ってたんだよね。そういうのもあったから、なんか徐々に上がっていくのかなと思ったら、ここに来て一気に下がるっていうところに正直驚いています。正直この6000何台っていう数字っていうのは、ソニーが意図してる、思い描いた数字では絶対ないと思うんで、おそらくその生産っていうのがかなり遅れてるというか、できない状況になってるんだろうなっていう風には思いますよね。なのでソニーにこう矛先が向きがちかなとは思うんですけど、ソニーの方も多分頑張ってると思うんで、引き続きちょっと来週はこれよりも高い数字目指して、ぜひ頑張ってほしいですね。そして Xbox シリーズ SX、 こっちはシリーズ X が143台売れていて、シリーズ S の方が17台売れています。S の方はいいかなと思うんですけど、 X の方が先週の2倍以上増えてるんで良かったなと思いました。先週が63台とか言って2桁台だったのが、ちゃんと3桁に戻って、倍ぐらいになってるんで、これに関しては良かったなって本当に思いますよね。来週も Xbox 側はこの数字を倍にしてほしいですね。300台ぐらい目標で頑張ってほしいですよね。でもちょっと面白いのが、ここで Xbox が本当に踏ん張ったら、PS5 と売上台数逆転する可能性だって、なきにしもあらずだからね。ここら辺がね、次週の見どころかなと思ってます。今週30台とかだったらどうしようかなと思ったんですけど、良かったです本当に。さあ、そしてスイッチの方なんですけど、スイッチ142,748台、スイッチライトの方でも27,943台売れました。これぞ安定供給っていう感じですよね。これひょっとしたら次の週とかでモンハンライズの体験版が出たことによって、もうちょっとブーストがかかったりするかもしんないなっていう風にちょっと思ってます。っていう感じなんで、引き続きまだまだね、スイッチ祭りは続きそうだなっていう風に思いますね。てな感じで、次世代機頑張れってことでね、ゲームハードの方の売り上げはこんな感じで、ソフトの方見ていきましょう。ソフトの方に関しては新作っていう感じではないんですけど、まず10位から見ていくと、10位にポケットモンスターソード&シールドが入っています。こちら前回11位で9882本売れていて、累計で3,929,246本売れています。でもなんでまたここに来てポケモンが上がってきたんだろうね。なんか新しいイベントとかあったのかな。ちなみにポケモンとかすげえやんなそうに見えるかもしれないですけど、意外とやるんですよ。結構こういうポケモンみたいなコマンド式で選択する感じの対戦ゲームって、読み合いがあるみたいな対戦ゲームって他にあんまなくて、ポケモンしかないんですよね、ほぼほぼ。でそこら辺が好きでね、結構やるんですよ実は。かなりポケモン世代ではあるんで、やっぱ変わらない面白さってね、安心しますよね本当に。次、第9位スイッチスーパーマリオパーティー、前回10位から9位に上がりました。ちなみに最近のマリオパーティーって全然やってないからわかんないんですけど、昔のマリオパーティーって結構身内でやってギスギスするゲームだったんですよね。なんかふざけ合いながらやってんだけど、なんかちょっと険悪になってきちゃうような、そういうゲームだったんですけど、今どうなんすかね。でも個人的にはこういうね、ギスギスパーティーゲーに関しては結構好きなんで、しっかりね、伝統が守られていればいいなと思いましたね。今だと結構フォールガイズとか、ああいう感じのパーティーゲームの方向にシフトしてるんで、なんかフォールガイズに関してはギスギス感はあんまないんですけど、やっぱマリオパーティーはそういうところも含めて楽しみたいっていう、そんな感じでしたね。続いて第8位。スイッチスプラトゥーン2、前回9位から8位に上がりました。1万1640本売れていて、
累計374万本売れています。前回の動画でスプラトゥーンめちゃくちゃ苦手なんだけど、ジャイロでプレイするのがスタンダードなんですかって質問をしたら、結構なんかみんな答えてくれていて、なんかそれが結構ノーマルらしいね。ジャイロでプレイするのがノーマルらしいね。よくあのさ、ジャイロでみんなエイムできるよね。すごくない？俺ジャイロセンサー使ったゲームってマジでコロコロカービィ以外プレイできないんですけど、知ってます？続いて第7位、スイッチマインクラフト。14,430本売れていて、累計177万本売れています。俺最近ちょっとだけ YouTube のおすすめに上がってきたマイクラの動画を見るんですけど、なんかさ、やばいのない？10年ぐらい前からほんとずーっと作り上げてるものを、なんかちまちま公開してるみたいな人とかいない？あれやばくない？もう、10年ってやばくない？ぶっちゃけちょっと10年は持ったかもしんないけど、そういうレベルでめちゃくちゃ長いスパンをかけて、もうなんかとんでもない建築をしてる人のなんか YouTube の動画が上がってきたんで見たんですけど、えげつないね、本当にね。いや、本当尊敬するんですよ。俺意外とああいうブロック系の遊びって苦手で、まあ、本当にちっちゃい頃からマインクラフトなんかない時からもうレゴとかあったじゃん。俺レゴブロックずっとやってたんだけど、レゴすらあんまり得意じゃなかったのね。最近そんな感じでね、ちょくちょく今まで見てこなかった人のゲームを見るようにしてます。俺結構自分がやってないゲームってあんま見るの好きじゃないんだけど、マイクラに関しては安心できるね、そこは。第6位、スイッチ世界の遊び大全51。で、今回も6位です。15,295 本売れていて、累計60万本売れています。俺ね、このスイッチの遊び大全の中で俺持ってないんだけど、1個だけやりたいゲームがあって、ヨットっていう、なんかサイコロをいくつか振って、なんか出た目によって役を作って、ポイントを稼いでいくみたいな、なんかね、意味わかんないゲームがあんの。何それ、聞いたことないよって思ったゲームがあったんだけど、それをね、なんかちょっと見てたら面白そうで、あれちょっとやってみたいんですけど、誰か一緒に、ヨットやりません？ヨットやりたいです。次、第5位、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。前回5位で今回も5位です。ちなみになんですけど、みんなが一番やったスマブラってどのシリーズですか？これは綺麗に初代なんですけど、みんな的にはそこどうなのかなと思って、むしろやってないって人もいるんですよね、多分ね、世代的に。多分ね、小学校ぐらいの時にスマブラ初代が出たんで、今でもね、あのゲームを近所のゲームショップに買いに行った時の光景覚えてるわ。あの帰り道の光景超覚えてる。でもね、割と発売日に買ってたんだよね。なんかちっちゃい頃ってどっからゲーム情報を仕入れて、ああいう面白いゲームにたどり着いてたんだろうなって思うと、ちょっと不思議じゃないですか。こういう今みたいにさ、 YouTube とかもなかったし、ネット上でもそんななんかレビューしたようなやつも見てないし、基本口コミだったと思うんだけど、結構ね、スマブラに関しては発売日に買ったんだよね。なんだろうね、ファミ通も別にその時は読んでなかったと思うから、今ちょっと考えると不思議じゃないですか。なんかどっからゲーム情報を仕入れてこれ買おうとか、その吟味してたんだろうな。次、第4位、スイッチマリオカート8デラックス。前回4位で今回も4位です。136本売れて、累計360万本、すごいですね、売れています。まあもうこっから先のね、ランキングはもう変わんないですよ。もうね、固定化されちゃっていて、もうほぼほぼ変わんないです。なんかマリオカートって、マリオカート64にあったなんか背中に風船つけてなんか戦うゲーム、ミニゲームみたいな対戦モードありましたよね。あれって今もあるのかな？あれめちゃくちゃ面白かったんだけど、あれすげえやった。本編のレースより、あの風船の取り合い、あれの方やった覚えがあるんだけど、まだあんのかな、あのモードね。最終的にね、あれいつも赤コーラの打ち合いになるんだけど、本当に赤コーラの打ち合いだよね。懐かしいな、めっちゃやったなあれな。次、第3位、リングフィットアドベンチャー。前回3位で今週も3位です。いや、ちょっとここで懺悔したいんですけど、リングフィットアドベンチャー、今週1回もやんなかったです。すいませんでした。いや、ちょっと辛いのとね、なんか疲れがやばくてね、もう体動かす気になれないっていうか、ちょっと良くないね。やっぱ悪循環入っちゃってるね。やっぱ体を動かして疲れて、ちゃんと寝るっていういいサイクルを本当は作んなくちゃいけないんだけど、ちょっと甘えちゃってます。すいません。なんかやるタイミングいつがいいのかなと思って、飯食う前がいいのか、後の方がいいのか、風呂入る前がいいのか、後がいいのか、なんかそこら辺がよく分かんなくて、朝がいいのか夜がいいのかみたいなもんよく分かんなくて、こういうなんか体を動かすことに関しての知識があまりにもなさすぎて、なんかいつやればいいんだろうなってちょっと思うんですよね。多分あれかな、目的によっていつやればいいみたいなのが変わってくんのかな、おそらくね。筋肉つけたいならここみたいな、痩せたいならこの夜みたいなとか決まってるのかな、多分ね。そして第2位、集まれ動物の森。前回2位で今回も2位です。36,009本売れて、累計655万本売れています。イカれた売れ方してますね、本当にイカれた売れ方してますよ。なんか普段ね、全
然ゲームとかやんない人から LINE が来て、なんか集まれ動物の森やってみたいんだけどどうしたらいいのって言われて、あ、いやスイッチ買って買えばいいんじゃないのって言ったら、でもなんかもう発売してからしばらく経って話題も薄れてきちゃったから、もしかしてこう流行り乗り遅れちゃってるみたいなこと聞かれたんですよ。それに対して俺は、いや毎週のように3万本以上売れているもうモンスタータイトルだから、全然そんなこと気にしないで買った方がいいよってちゃんとね教えてあげたんで、偉くないですかっていう感じで、やっぱ身内にそういう動きがあると、あ、やっぱり売れてんだなって思いますね。はい、そして第1位なんですけど、スイッチ桃鉄、前回1位で今回も1位です。107,064本売れて、累計161万本売れてます。絶対俺ね、コナミもびっくりしてると思うよ。え、こんな売れんの桃鉄、絶対びっくりしてると思う。でもこういう日本のいろんな会社が、いろんなこう版権というか IP 持ってると思うんだけど、ちゃんとこう真心を込めて復活させたら、しっかり売れるタイトルっていうのはいろんな会社たくさん持ってると思うからね、ちゃんとなんか生かしてほしいなと思いますね。いい例ですよ、この桃鉄が。しっかり昔の良さと現代風の良さっていうところもまあ兼ね備えつつ、スイッチで発売するのが一番大事かもしれないですね、今だとね。まあこんな感じで今週も変わらずの、ランキングでした。まあこう見ていくと、スイッチでも新しいタイトルっていうのはここに入ってきてないから、こういう意味で言ったら今もうゲーム業界全体的に新作があまり出てこないっていう感じのあの時期なのかもしれないですね。ここはちょっと忍耐の時かもしれないんで、まあまあまあちょっともうちょい待ちましょうかね。という感じで今週は以上になります。はい、というわけでやってったんですけど、本当に PS5 とか Xbox の売り上げがもう伸びてないっていうところに関してはもう何も言えないですよね。もう本当にもう頑張ってくれとしか本当に言えない現状っすよ。なんかもうここまで来ると矛先をこうソニーに向けるのも違うと思うし、なんかそうコロナっていうところもあるからみんな頑張ってると思うしね、なんかもう何とも言えないっすよね、本当にね。本当にびっくりしましたね、この台数に関しては。でまあソフトランキングの方も全く動かないんで、まあ、この調子でいくと2位とか3位ぐらいにディスガイア入りそうな感じするけどね、今月末に発売される、まあ、ただ PS4 とスイッチで分かれてるから、そういう意味で言うとちょっと分散しちゃってなかなか入んないっていう可能性もなくはないか。まあまあまあそんな感じでね、今週もゲーム雑談を交えたねランキング発表していきました。まあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。